武蔵ちゃんの買い出しに付き合ってくれたんだって。ささやかだけど、これは私からのお礼さ。三浦屋特製のおむすびだよ。あんた食べたかったんだろ。二人とも、この前はどうも。おかげで太夫も喜んでくれたわ。三浦屋特製のおむすびだよ。かやが略氏の浮き目にあったその夜、彼女を救うべく力を尽くした伊織。一方、伊織と別れた彼の盟友たちも、かやを探して東海道を南へとひた走っていた。南に向かうにつれ、怪異の数が格段に増えている。これはいかにも敵の拠点に近づいてますって感じ。二人とも遅かったじゃない。あいにくだけど、もう獲物は残ってないわよ。何が獲物だ、イノシシ侍。俺たちが何のためにここに来たか覚えているか。無論、いかに狂戦士の霊気といえど、そこまで冷静さを欠いてはいませんとも。伊織くんの妹号を助け出す。それと、獲物は残らず余さず切り捨てる。ダメだな、これは。伊織たちは轟方面から、俺たちは東海道沿いを探索しつつ川崎へ。そういう話だっただろう。怪異退治に熱中している場合ではないぞ。それはそうだけど、今夜は妙に怪異が多いと思わない？どう考えてもこれは明らかに異常だわ。この気配の大元をたどっていけば、私たちが探し求める相手に勝ち合うかも。まあ、マナ弟子の危機にちょっとばかり勇み立ってしまったのは確かですけれど。皆様、こちらにおられましたか。あなたはテイさんとこの。なるほど、石膏ってわけね。玉蓮、何があった。はっ、神奈川湊にて、伊織殿とセイバーがハグレのサーバント数機と交戦しています。ハグレは基本的に自分のいるべき土地を長く離れることができないと聞いているが。ああ、限界を保つだけでも精一杯だろう。まして戦闘などもってのほかだ。はぐれ自身が望んで仕掛けたようにも思えんな。南の方で何かが起きている。考えるよりも見に行った方が早いわね。あ、またか。うちのせがれたちよりよほどわんぱくだぞ、あれは。あの向こう水さ、さながら紅葉殿だな。追うぞマスター、追ってはおけん。目指すは南、神奈川湊。急がなくっちゃね。あら、あなた、今はハグレのアサシンなのでしたっけ。そのただならぬ様子を見るに、話をしに来たってわけでもなさそうね。そっちがその気なら仕方ない。力ずくで押し通らせてもらいます。
減はしないわ。正気の時にお相手願いたいわね。三代自在天神異王クリから超テンション行くぞ。剣豪バットイタナ大テンション。どうしたのかしら、あのご老人。拳にも足にも正気を欠くというか、本来はああじゃないはず。あれじゃまるで誰かに操られているみたいな。無事のようだな、バサーカー。その様子ではハグレのアサシンも片付いたか。ええ、でも逃げられちゃった。撤退するだけの理性はあったみたいね。何にせよハグレたちの身に異変が起こっているのは確かだな。急ぎ神奈川港へと向かおう。伊織たちが無事であるかも気にかか。この方向、はぐれのバーサーカーか。彼は吉原を離れないし、離れられない。なのにここにいるってことは。テイサ、アーチャー、ごめん。私ここは彼を追わねばです。この状況、今夜だけで実に3度目だな。さてどうする、マスター。どうも何も、放っておけば付近の町は壊滅だ。手を尽くして奴を止めるぞ、アーチャー。